はい、えー、そっかの久保です。今日はちょっとね、動画の趣向を変えまして、すごく柔らかくというか、なんと言いますか、冗談めいたものになってますけども、あの、私はもう、なんか言ってないんですけどもね、言ってないっていうか、昔言ったみたいな口ぶりになりますけども、あの、風俗街の看板って、なかなか面白いものが多くてね、今回、 インターネットで拾ってきた画像をつなげながらちょっとね、お見せしていきたいと思いますけども、あの、もうすでに見えてると思いますけども、子供向けアニメのケロロ軍曹っていうのがありますけども、それをね、こういう風な看板にしてるんですよ。これは、なんか権利関係とか大丈夫なのかなと思っちゃうんですけども、まあ、こういうところはね、花から気にしてないんでしょうね、そういうのはね。<laughs> ペロロ軍曹ってありますけども、なんとなく、うん、何が行われてるか想像できそうなもんですけどもね、次行ってみましょう。 はい、えー、クレヨンしんちゃんがこんなところにまで出張してきました。<laughs> 一体、どういうことなんでしょうか。なんかね、上下の看板も気になるところですけども、映っておりません。次です。はい、あ、いっぱいありますね。キッコーマン。醤油のなんかメーカーのような気がします。その下の、ファッションフェルスしまむらっていうのはこのまま使って大丈夫なんですかね。うん。 明日のニョーってのありますけどもね、これも古い漫画なんですけども、40代、50代世代にはニヤっとくるネタなのかもしれません。それからその下は、あの、松本清さん、松清っていう風なね、ドラッグストアありますけども、あれがこう、松茸になっちゃったみたいな。はい、これは一体どういうことなんでしょうか。次です。あ、なんかさっきのやつですね、これね。同じですね。 すごいなんか大々的に店やってそうですけどもこのビルのオーナーさんとかあと看板作った会社とかはなんかねどうだったんでしょうかね疑問を感じなかったのか <laughs> えっとあジャパネット高田通販かなと思ったらジャパネット高尾ということでもう全くこれそのままパクリじゃないですか怒られないですかねこういうのってねちょっと左の方を見るとゴキブリホイホイみたいなロゴも見えますけどもちょっとゴキブリホイホイみたいなイメージの店構えではありませんね はいえっ、ー、と携帯電話のどこもあれここどこだこれ何屋かわからないんですけどもまあおそらくここどこだって言ってね、えー、携帯電話の会社をもじったような店名になってますけどもうん何がしかのお店なんでしょうまあでもこれオールタイム9000円ってことはまあ飲み屋じゃないでしょうねきっとね指名料40分1000円これは一体はい次行きましょうはいあ 笑っていいとも、もう番組は終わっちゃったんですけども、広島の夜は俺に聞けって。あ、私ね、広島のね、あの、夜の界隈をうろうろした時はこういうの見なかったですね。無料案内所の、見てっていいともみたいな感じで、このロゴはそのまんまパクってきたんじゃなかろうかと。<laughs> こういうね、あの、看板を作る人ってのは、フォトショップとかでやるんでしょうけども、元の素材どっから持ってくるんですかね。はい。えー、タッチって言えばね。 もう、更新を目指す若者の漫画でございますけども、私たちロスジェネ世代が、まあ、野球をした人も多かったのはこのタッチの影響によるんじゃないでしょうか。なんか当時ね、野球部に行くと、丸坊主ってのが定番だったんですけども、漫画に出てくる、その、登場人物ってのはみんなね、丸坊主ほとんどいなかったですね。はい、次です。はい。 天空の城、ラピュタが、なんか、ニューラウンジになっているということでございます。まあ、ニューラウンジってのはどういったカテゴリーなのかわかりませんけど、まあ、お酒を飲んで楽しく男女が語ろうとこなのかなと思いますよね。はい。えー、名探偵コナンがなんと、名案内コナンになっています。これも、なんか、ね、怒られそうな感じですけども、どうなんでしょうかね。いつも思うのがね、この看板を作る人なんですよ。この看板を作る人が、 <laughs> 言われるままに作るのか、それとも、うん、なんかね、黙認してるんだかなんかね、どうなんでしょうかね。はい、次です。はい、あ、同じような名探偵のですね。金大一少年は、なんか問題があって DVD 化されてないっていうふうな話題も聞きますけども、再放送とかされてるんですかね。え金大地少年の無料案内所。お気に入りを探し出す。じっちゃんの何かけて <laughs> あ。頑張ってください、金大一君。次です。あの、お腹が空いたんで、 ちょっとね、餃子でも食べようかなと思ったら、近くにあったのが、モーミアンって言ってから、ここでもね、食わしてもらえないということになってきます。あの、桃の形が逆さになって、ハートマークが2つになってますけどね。<laughs> 押して知るべきの、モーミアン。何をモミモミなのか分かりませんけども、モミモミんか、モーミアンとなってますね。はい。えー、最後、コンビニに寄ろうかと思ったら、コンビニではなかったということで、<laughs> でもこれは、あの店にもうそっくりなんで間違えて入っちゃいますよ。何ですか、これは <laughs>。 こういうことばっかりやってね、大丈夫なんですかね、この業界は。でも、このアイディアがすごいですよね。うん、見習いたいところもあるというところでございますけども、皆さんいかがお感じだったでしょうか本日は以上です。